こんにちは、今日はねこちらにアディダスの箱が2つあるんですけれども、少し前にこちらのケグラと、ジョギングハイ2の、復刻してくんないかなみたいな話を軽くしてて、ね、人気モデルっていうわけではないのでなかなかこう日本でのね復刻難しいかなと思ってて、まあ、皆さんにもこうどういうスニーカーがね復刻してくれたら嬉しいですかみたいな話、まあちょっとアディダスに限っての話をしたんですけれども、まあ、皆さんがねいろいろこんなスニーカー復刻してほしいみたいな書き込んでいただいた中にね、イギリスの JD スポーツというショップにケグラ何色かありましたよみたいな感じで書いてあって、もうその場ですぐ調べて、でそしたらね4色出てきたんで、その中の2色を購入しました。僕もねまだ見てないんで開けていきたいと思います。この情報をね書き込んでいただいた方ありがとうございました。もう日本でね復刻なんかまあまあないかなと思ってたんですけど、じゃあ早速4色のうちに購入したのはこちらのケグラーです。ホワイトのアッパーにブラックのラインが入ってて、ミッドソールからこのつながるラインは少しクリームっぽいねアイボリーっぽいカラーになってます。でこのね3色ピンは、ドイツカラーみたいな感じですかねになってます。で、インソールがドイツカラーになってるので、まあそういうテーマでやってるカラーリングなのかなと思います。で、以前ねこのケグラーの話をした時に、僕の持ってる復刻のものっていうのは、パフォーマンスロゴなんですよね。もともとね僕が知ってる限りの、大元のオリジナルのものはトレホイールロゴだったので、ここがパフォーマンスロゴなのはちょっと寂しいなっていう話はしてたんですよね。ただこのブルーも気に入ってるし、このヌバックの素材がちょっと焼けた色というかそういう風合いも気に入ってはいるんですけど、なぜ古いもんなんで、まあそんなねガシガシ履くような感じっていうのもあんまりこう好ましくないなとは思ってたんでっていう話をしてて、今回購入できたのはねこのトレホイールロゴのオリジナルにこう近いヒールのデザインになってます。であと大きな違いで言うと、ここのねヌバック素材、ここがこのねソールにつながる、ここちょっと特徴的なんですけど、このアウトソールにかかるぐらいまでねこういう素材のものが使われてるの珍しいですねっていう話をしてたんですけど、ここにはねついてないんですよ。ここも普通の、他のアッパーと同じ素材で白のねレザーになってます。ということで少々こう僕の持ってる復刻との仕様も違いますし、自分がイメージしてるケグラーとこの、まあ、スウェードというかねこのヌバック調の素材、ここが少し使われている部分が違ったりっていうのはあるんですけど、でも単純にこのボリューム感ともちろんケグラっていうねデザインはしっかり表現できてて、まあ多少の違いはあれどすごくこうやっぱり自分のこの好きなケグラのねなんていうんですかね、割とこうオーソドックスな雰囲気なんですけど、ちょっとしたね部分部分のデザインが少し変わってて、で割とこうボリューム感もあるみたいな感じがすごい好きでですね、例えばこのサンバとか、スウェードが使われてたりとか、なんとなく雰囲気はねパッと見似てるような感じもあったりするんですけど、まあ、上から見た感じとかはねちょっと近かったりもします。まあ、僕はねちょっと白ラインのものなので少し見えにくいですけど、まあ、このね角度から見た雰囲気は結構似てる感じですね。ただやっぱりサンバの方が細い、僕もこう着用しててサンバ結構細いなっていう印象、ほんと昔のジャーマントレーナーみたいなああいうこうシャープな、ナローな履き心地なんですけど、割とケグラーはね
このまあミッドソールのボリュームもありますし、このね先に巻かれてるこういう素材もあったりするんで、少し、幅感も感じるようなデザインなので、あんまりすっきりしすぎず、割とこういうトレーニング系のシューズにしてはボリュームを感じるようなデザインになってて、そこもすごくねケグラ気に入ってるところなんですけど、まあとにかく嬉しいです。本当にこのトレホイールロゴだってちょっとしたとこなんですけど、そういうとこだったりとか、まあ単純に新品のケグラっていうのをね、買う日が来ると思ってなかったので、でこちらとあともう一足、もう一足でもう一色、もう一足はこちらです。アッパーも白いし結構似てるんですけど、こちらはグリーンのラインと白のアッパーで構成されてて、でこのピンがイタリアカラーになってます。こちらはですね、インソールが真っ白です。なのでさっきのがすごくこうドイツカラーに仕上げてる感じのほどはイタリアにしてるわけではなさそうです。ただまあまあそういうモチーフでやってるんでしょうけど、まあ個人的にはケグラー、自分の持ってるこうブルーっていうのがすごく好きなカラーなんですけど、購入できる白のアッパーのものはこれとブラックのラインのものと、あとスウェードのネイビーとグレーだったので、ちょっとスウェード素材のものだと僕のイメージしてるケグラーとはちょっと違うので、この白アッパーのものがいいなと思って、ちょっとね迷ったんですけど、似てますしね。でもなんかこう、でもやっぱりこのなんか、いかにもこのドイツアディダスっていう感じのこのブラックも良かったし、まあ元々このアディダスのグリーンっていうのもすごく好きだし、まあ迷って、でまた欲しくなった時に海外から、購入するのも大変だなと思って、もう2色買ってしまいました。なんか僕が買った時は割引とかもちょっとクーポンコードみたいなのもあったりしたんで少し安く買えたんですけど、で今回のケグラについてですけれども、おそらくヨーロッパ企画でやってるんじゃないかなと思います。他の、国とかでどのように展開されてるかまでは細かくわからないですけど、とにかくねこのブラックが、インラインで普通に販売されてると思います今で。こちらのグリーンと先ほど言ったスウェードの2色は JD スポーツの別注だと思います。まあその JD スポーツがどのぐらいの規模かというのは分からないですけど、おそらくまあラインナップ的に ABC マート的な、まあ、レアスニーカーをというよりは幅広くインラインのスニーカーをいろんなブランドのものを置いてるような結構大きい規模でやってるスニーカーショップだと思うので、こういう別注とかねそういうものも、できてるんじゃないかなと思います。まあ、ただこのインラインの普通のブラックも日本では、販売されてないですし、まあ、販売予定もあるのかもしれないですけど現時点ではないので、まあイギリスからの通販ということでね変に小さいお店じゃなくてよかったなと思います。で何ポンド以上だったかちょっと忘れちゃったんですけど、僕は2つ購入して送料も無料ということで、ただ無料のプランすると2週間近くかかりましたかね。10日から2週間弱、かかって、で、関税は3000いかないぐらいでしたかね。2足でかかりました。ただまあそれ考えてもそんなに別に海外だからといって高い買い物になったわけではなくて、若干このね、インラインのモデルと別注のモデルで10ポンドぐらいずれてたような気がするんですけど、まあ、1万1000、2000ぐらいの価格で、2足とも買えたんで、まあ本当にすごい好きなスニーカーだし、まあ本当に視聴者さんに教えてもらえてよかったなと思います。まあやっぱりこうやって別注を作ってたりするのも本当にさらっとねネット見てるだけじゃたどり着けないので、今回2色買いましたけどすごく満足です。これで手持ちのブルーとグリーンとブラックとすごく満足感の高いね買い物でした今回は。 あとね言い忘れてたんですけど、今回のねこのシューレスがすっごい良くて、もう僕好みのコットンの細めのシューレス
になってます。元からついてたやつはね、もう摩耗で切れちゃったんで、今自分がコットンのシュレースに変えてるんですけど、まあそれよりも多分縛った時は若干細く感じるようなシュレースになっていると思います。まあさっきのねサンバもそうなんですけど、結構このまあ、トレーニングタイプのシューズっていうのは特になんですけど、細めのコットン紐っていうのが好きで、まあ、ナイキとかもそうなんですけどね、レギュラーでついてるものよりはちょっと細くしたいんですけど、まあ、元からすごく好みのシューレースがついてたっていうのもすごくポイントが高いところでした。まあヨーロッパでもこれすごく人気があるとかでもないと思いますし、まだ在庫もサイズもね全然あると思うので、僕もね教えていただいたので、そちらの JD スポーツのリンクはね、概要欄に貼っておきたいと思います。またパンツとかに合わせたりしたのはね、インスタグラムとかでもアップしようかなと思ってるので、まあ、興味のある方はまあその JD スポーツの、サイト見ていただくのもいいと思いますし、着用の雰囲気もねインスタグラムでまた見てください。まあ、最近少しこうスニーカーのブームっていうのが大きい波が少し落ち着いてきて、まあ、例えばニューバランスとか、まあ、そういうものに少し流れてるような雰囲気ですけれども、このアディダスのケグラ、とてもいいスニーカーだと思うので、まあ、普段あんまりね、おすすめとかは言わないんですけど、まあ、普段紹介してるナイキのスニーカーとかはね、みんなこう、知ってると思いますし、まあ、履いたこともあったりとか、着用の画像もいっぱい出てくると思うので、ただこういうのは本当にふとした縁じゃないと出会わないスニーカーだったりするかもしれませんし、まあ、こういうちょっとトレーニング系のシューズでもシンプルにかっこいいと思いますし、ちょっと珍しいので、まあ、本当大人っぽいファッションには合わせやすいと思いますしね、なんかこういうのもちょっと興味を持ってみるのもいかがでしょうか。はい、今日はこちらのねケグラ2色、まあ似た2色でしたけど紹介させていただきました。今日もありがとうございました。